第39期宝泉 A1 リーグ実況の古橋隆史です。解説には日本プロ麻雀連盟会長森山茂和プロにお越しいただいております。森山会長、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは対局の準備ができたようです。第39期宝泉 A1 リーグ第10節シータク4回戦東杯の開始です。柴田義和の合図で4回戦が開始されました。これ落ちちゃった、ごめんなさい。第4回戦はチータから一つい吉田、近藤、古川の並びです。一ついのエヴァンドラは三走、さあ間もなく今日の成績が出ますけれども、近藤が3回戦もトップで 50.5 と、あ、取り抜きですね。結構浮いてるね。沈みますね、うん、はい、もうワントップ、もうワントップ取ると沈みが50ぐらい、50、60になるからね。今でマイナス80ポイントほどですから、いやー、ここはね、今日はトップで最後もいけそうな雰囲気はありますけど ね、 今度、まあ、前回ですけどね、オーラスにドラのペンチーワン泣いて、肩上がりの3万で上がりましたからね。あっという間に上がりましたから ね、ああいうの上がれるっていいよね。はい、かなりの好調が、古川と、まあ、吉田もちょっと苦しいながらも、まあ、17.4、まあ、大したことですね、はい、うん、まあ、このぐらいの負けだったら別に大したことはないね、だからみんな今回と、はい、あのラスは食いたくないね。そうですね、あの全員ラスは嫌です、ね、ラスは嫌だよね、はい、うん、というと一局ドラは三走となっております。古川がファンパイ初を重ねました。吉田二面つできています。ドラ受けができました。そして今度これ1、2、3やっぱりちょっとしたいのかな。したいんですね、うん、したいんだろうな。残しました。この初がいいタイミングで投げた古川、うん、シャンテン、さあ手が伸びてきます。三色もある、このリャンマンが泣けて口のいいシャンテンです古川。もうでもよく泣けるね、はい、泣けるようになったらちょっと泣けるようになっちゃうと、あれじゃないの、はい、あ、その代わりいいとこ入れたね。ドラの換算層絶好のプレゼントしたね、いいとこね、プレゼントです、うん、いい牌がプレゼント、いい牌をプレゼントするようになるとまずいな、うん、それでもそれをかわしていければいいんだけどね、はい、うん、あ、リャンマンポンして3層プレゼントしちゃったんだね。そうです、うん、だから泣かなかったら自分に3層が入ってた、ね、3層入ってましたね、うん、さあでも結果はねまだ分かんないけど、はい、パンパイだ。ああちょっとそれそれ、はい、それさ、シャーですよ、捉えました。いや、あ、うまくいったね、はい、1300、数素切っちゃうと3素切った時にね、あれだけど、まあでもまあね、今だったらあれですけど、ね、はい、古川が、まあ、シャータン機能が硬いのは硬い、ね、硬いですね、安全牌にもなるし、ね、はい、山沢らしい上がりをで、でもホッとしたんじゃない、打った方が、あのぐらいの点数で、ね、そうですよね、だからあれでトイトイがついてたりね、はい、するとちょっと高いじゃないですか。2曲です。吉田のエヴァンドラは嘘、はい、さあいいツモが来てくれればね、はい、うん、白と初がドイツです。1回戦ではこのようなハイパイからトイトイ3アンコを決めています。今度これでも本一に行けるんじゃないかな。本一ぐらいはそうですね、これピンズの本一に行けるでしょう、はい、うん、ああピンズ嬉しい、もう確定ね、急速ってね、はい、うん、まああんまり一色系の手が見えないようにね、端っこを切っといて、はい、うん、おとなしいです。おとなしいですよね、ステハイがね、はい、じゃないですか。自分から泣いていくかどうかですね、うん、それだけですよね、それはやっぱり自分の方でどうするかはっきり決めておかないとね、
出てから考えたんじゃダメですもんね。会長はどうですか、この手配だって1枚目は。僕はまだ泣かないです。まだ泣かないですか、ね、あ、これでだいぶ違うよね、はい、うん、でもピンズがまだちょっと伸びてるから、もうちょっとも見えてきましたよね、こうなると。これ泣きたくない ね、 ね。じゃあ1枚目は、うん、ちょっとスルーして、スルーするかもしれないね。今度は泣いていった、うん、まあ、それはいろいろやり方ありますからね、はい、うん、シャンペンです。遠い面、まあ遠い面からポイしましたね、からのポン、うん、さあ親番の吉田、お、ここはイーマンを1枚外して単葉に向かって、うん、ちょっとあそこの辺をね、形を決めないでね、はい、まだ柔軟に構えるってことですよね、うんうん、一つ2面爪が完成、ドラが嘘ですからね、はい、吐く、これも投げた、投げたね、まあこれでいいシャンテンだね。もう数ピン切る余裕がもうあるけど、本当ですね。ただそうなんだけど、これ切っちゃうと手の形すごい決まっちゃいますよ。いや本当ですよね。あのね、9ピンがないのよ。9ピンが本当です、2枚切れか、だからもうチーピンが来ないと話にならないみたいなレベルですよ、はい、だから今のシャーでもよかったですか、ね、うん、シャーぐらいの方がよかったんじゃないかな。ドラムソー切っていく、9ピンが1枚も切れてないのと切れてるのだいぶ違うんですよね、はい、9ピン2枚切れてるから、もうチーピンしか使えないなみたいなね。使えないですね、うん、まあ小三元は一応狙ったとしても、まあ、第三元にするならまだね、はい、まあ、でもあの数ピンにくっつかないからまだ助かってるけど、まだくっつきません。古川は中央1枚持っているのでこの手はかなり厳しい。ただああやって2つ泣いてちょっとあのピンズが初めて出ると、はい、テンパったかなとか思っちゃうよ ね、 ね、うん、ここもいいピンも出てきたしね、いい、うん、やっぱ余ってる感じするよね、はい、うん、これは古川も取ってないピンズは打たないようです。あ、テンパイです。トーン、トーン言いそう。トーンは吉田が1枚持っている。山に1枚あります。まあ、すんなりなんか終わっちゃう。いやこれはあ、スピン現物だ。ここいけないですもんね、トーンがね、取っていけないですね、トーンがいけないんで、持っちゃってます。だから近藤君がトーン持ってくれば別だけどね、はい、吉田君でも親だけどこれあの我慢して打ってるよ、うん、だからいつもねこうやって打てればいいんだけどね、はい、うん、あ、ドラが来て、でもチュンが見えてないんでリーチという。おお、ドラ切った、安全に行きましたね。パースソーはまあ相当通りそうですけど、いや、そういうの安全って言うの？安全ですね。それって言わないでしょ、はい、それってただの弱気っていう。弱気、はい、ね、弱気でしょう。今だったらだってリーチ打ってったらね、嘘切ってリーチ打つんだったらまだ勝負になるかもしれないでしょ。嘘、パースを切ってリーチですよね、うん、そうそう、はい、嘘使ってね、そのぐらいいかないといけないんじゃないの、いくらなんでも。チュン見えてないですけどね。あ、チュン見えてないからか、はい、そんなに怖がっちゃったあ、そうか。まあでもパースを切って、まあ、トンツモで1000、2000とかっていうのは、うん、まあ、それはまだいいんじゃないの、そこまで怖がんなくても、うん、そうだね、チュン見えてなかったね、はい、それはリーチいけっていうのはちょっとそうですね、まあ、言ってもいいんですけど、ただ気持ちはリーチいきたいね、気持ちは、はい、まあ、久渡なんかだと行きますよね。まあそうですね、まあ、久渡なんか最初に言ってるような気がするあの嘘もバニー結構出てたからね、はい、2枚ぐらいね。さあ、ここまだチーピンもチュンもありますよ今度。ただ苦しい形になったけど、はい、ピンズ全然引かないのね。引いてないですね結局、うん、数ピンに何にもくっつかないのね、はい、一つ位の上がり牌の変化、これ一つ位君の一人テンパイで終わっちゃうかもしれないね。可能性は十分あります、うん、ただ一つ位もピンズをも、まあ、チューンはもうやめになるでしょうけど、まあ、チューンはね持ってきた時にどうするか、うん、持ってこない。これ親脳天ですね。親脳天でしょ。親脳天だし、はい、ここも上がりになんないね。なんないです。これ一ついの、うん、本当に一つ一つ一人テンパイだね。
変な灰来ないか、ね、変な灰来ない、まあ、ローは大丈夫だね、このぐらいは大丈夫でしょう。吉田が吐いて一つ一人転敗です。いいけど、まあ、2つ投げたのはいいというか、だいたいちょっと苦しい形ではあったからね、でもまあ2ピンはでも残さなきゃいけないんだね、あれ切っちゃったら、はい、もうピンズ全部下、ピンズの下全部ダメだから、はい、チーピン以外は結構苦しいよね、形を決めすぎた、うん、まあ抑止力にはなったけどね、確かにちょっとあれピンズ余ってきちゃった感じにちょっと感じちゃうとね、はい、いけなくなっちゃうから、ああ、後輩じゃないですか、2目に完成している、ただあの手はもったいないね、あれだけ材料があるとここよくなった、ね、古川いいですね、単野ですよ、ドラも1枚ある、一つも悪くない、得意の先点が出るかもしれない、はい、ドラ今浮いてますからね、古川どう何点になるかな先点じゃない、2先点かな、先点か、先点も十分、いやありますよ、あの、そういうの上手だからね、はい、あのわざとドラ切ったりしてね、天敗すごく警戒させようとかね、はい、そういう意図で切ってるから、ペンちゃんか9ピンから、まあ、9から払うのはね、まあ、2468とかね、まあ、その後あの、ね、タイヤの変化もあったりするから、まあ、頭をちょっと切り替えたりね、はい、ペイを切っていくっていう手もありますから、発言をした、もう大好きな大好きな本質、泣くポイントだけね、泣くポイント現状はちょっと泣きづらい、こちらの手配です、まあどこなら泣いていいかっていうと、こうどこも泣けないね、ここもちょっと泣きづらいですね、我慢も嫌だしね、全然形よく大してならないから、ちょっと我慢だね、もうちょっとね、ペアンコでイーシャンテンとなりました、ペア残ったんだね、はい、あれ落としていくことも可能性としてはあったのにね、ありましたね、古川がまだリアンシャンテンか、なかなかドラにくっつきません、まあ、ペアがアンコだと面前しかいけないからね、はい、うん、まあ、いいシャンテンではありますけどね、ピンがどうかというところです、さあまだドラは打ちません、3万余るかもしれない、ね、3万ちょっと余りそうな、余りそうな、はい、リアンシャンテン2万ぐらい切っとくか、先にチーズを切っちゃった、はい、あー、一番いいところ、まあね、これだと関数はもう泣きあるね、はい、あ、チーピンポンですね、これはドラか、あ、チーソーからでした、ここ切らない、珍しい、でも結局ドラ切ることになるんだろうな、結局切りそうです、ああ重ねた、切ることになりませんでした重ねました、うん、シャンポン系を残そうとしてるのか、うん、ピンズの下がね、あの3、はい、ピンとかが切れたりするから、ありそうだなと思うんだけど、はい、まあそこまで決めすぎちゃうとね、固定しすぎちゃうのもきついから、やっぱり両面両面ですからね、はい、そうですよね、うん、でも3万重ねたのは大きいですね、大きすぎますよ、うん、さあこれでくっつきのいいシャンテンだが、何色を残すか、マンズは残したい、チーソーが場に、あー、なるほど、2枚切れてます、チーソー 3枚切れてるんで、はい、ね、うん、スーピンとウーマンのくっつき、これで、古川さんのパーソーなんかもいいマッチになってきたね、ありますね、うん、さあ今度撤廃は入らない、古川転敗だ、パーマンの方、パーソーの方がいい町だったね、パーソーの方が良かったですね、うん、ただウーマン今度ピンズにくっつくとウーマンが危ない、あ、吉田嘘を切っていく、
ようやくやっといいシャンテンだったね。ずっと来なかったけどね、マンズね。これでは天敗にならない。パーマンだ。これちょっと出ないですからね。はい。一旦スーピンからいいシャンテンです。一つ。さあ、イーマンポンができた吉田、関数マンで追いつきました。関数が追いついたね。1枚だけかな、1枚だけありますね。ドラ切れないからね、はい、ドラ切りにくいから関数案がずっと残りそうですね。ドラも引けないですからね。まあ、3案持ってくれば違いますけどね、はい、3案持ってくるとうちになっちゃうか。そうですね、はい、ね、パワーン切らなきゃいけないからね。まだかろうじて上がりがある関数マン。なんだなんだ、リャンマン、これは天敗ではないが、ウーマンのつま上がりは古川。千二千。単野をドラドラ千二千です。一本馬ですね。千百二千。はい。なんか先天仕掛けだったんですね。はい。もうドラいつ切ろうかっていう感じだったんですけどね。ここはドラが重なってのつま上がりになりました。大丈夫でしょうか。大丈夫ですね。はい。さあ。トンバは自由自在。すみません、トン4局の古川の矢番となります。ドラは急走。どうでしょうか、ハイパイは。ヤンピンがあんこ。タンヤも見えなくはない。で、下がっていく。まあね、こうまあこう古川さんなんかの打ち方見てると、はい、こうどこからだったら泣くのかなとか思ってるとかね、ちょっと見てると面白いかもしれないね。次、はい、ドラドラです。でももう多分頭の中今タンヤオだね、これ。タンヤオでしょうね。手は形が悪いから、はい、もう泣くぞみたいなね。関数案ぐらいからでも泣くかもしれないね。関数マン、関ローピン、ね、はい、両方泣くかもしれないね。お、吉田いいところ入ったぞ。カンチーピン、近藤もドラドラになりましたよ。ドラドラ、ね、さあ一気に手が伸びてきた。お、これリャンソー。おー、リャンソー早い、どっちかで早い方だね。はい、単葉じゃない、単葉になる早いだからね。そうですね、うん、3万、うん、ここも中央切って、まあ普通にね、手なりで打ってますね、はい。もう一つ四統一になりました。目いっぱいです。ドラドラが二人、一つ井の方が若干手がいい。おっと、チーマンが入って、うん、チオイーシャンテン。ただタンヤオは崩れてしまいました。どうだったかね、今のね、何が良かったかな、はい。さあ一つ一統一イーシャンテン、チュンが重なりました。ドラドラの近藤、これは嬉しい。ああ、でも2枚切れている。2枚切れか。あれ、いいですね、ツモが順調一つ。まあそうなんだけど、高く、あ、ドラドラあるのか。ドラドラなんです、ね、はい、ドラドラあるんだね。チートイツは見ない。チュンは安全牌か。吉田もターツはテンションってました。ついてんぱいになるか。これはドラが急走ですからね。まあただね、これね、もうチートイツ残した方がいいんじゃないの。ローマン切ってというと、ローマン切り、うん、ねえ、ローマン切ったって別に3ピンとか急走来てもいいわけだからね、はい、そんなに受け入れが、うん、あの、じゃあチートイツだけ見るとやっぱローマン切りか。だからスワンコでも、うん、そんな風にしたの。チートイツやめた。チートイツは見切ってきました。なるほどね。チ
シードイツも結構あれだけどね、はい、重要だけどね。一応残すかな、まあ、カンパス入ってもいいって考える、ただパーソーってもう2枚見えてるからそこあんまりね、ただ1枚切ったからにはもう1枚切っとかないとピンズ高いんで危ないですよね、はい、さあ古川これでくっつき、いいの見りいいショット、リャンソーいらないね、まあ、小さも先に切っといた方がいいかもしれないね、まあ、あの小さを切っとけばあれですよ、あの他のあのドラの受け入れとかもあるし、はい、ねえ、まあ、あのウソがウソの受け継ぎがあったからね、はい、さあ天敗リーチでしょうか、うん、パーピン待ちでリーチ、おーこれでリアンペーコーに点まで来ました、まあ、いやいやチートイツ失敗でしょ、はい、天敗は逃しています、うん、チートイツの天敗逃しでしょ、ドイツだったらおそらく三層短期かなきっとね、ローアン切ってるからここで三アンが出てます、出ますよね、三アン当たるの、当たらないよね、パーピンだもんね、ここは回っていく、それとも一つ位が追いつくか、スマが通りました、ピンズが切りづらい、ああ、そっかそっか、一つ位君あれか、怖がんないでチート打ちであの3層を切っとけばすぐ上がれるんだ、現物でちょっと怖がって怖がって、はい、3層を切ってスマ短期なら、まあでもまあ、どうなんだろうね、私なんかは上がれる方って3層を選んじゃうような気がする、ドラドラですからね、ちょっとスーマン勝負したいって格好には見えます、うん、まあ、バーに1枚スーマン切れてるしね、はい、うん、怖がっちゃうとね、よくありますよね、こう怖がったばかりに上がれた、うん、ただ E1 とね、E1 が切れてウーアンだからスーマンは通る感じなんだよね、うん、あ、通そうですね、うん、ウーアンがゼロでしょ、ウーアンがゼロになったんでしょ、ウーアン持ってったんでしょ、あ、本当です ね、だからノーチャンスか、スーアンはね、はい、切りやすい、はい、うん、だけどだからあ、つぶられちゃったね、はい、パーピンのつながりです、うん、だからまあ多分三層短期にするかな、きっとね、スーアン通りそうだけどね、ルカの上がりはリーチ、つもで1000オール、でもね、あの苦しい手をちょっとうまくまとめてね、はい、この連チャン大きいですよね、今丁寧に打ってね、単位はいかなかったし ね、 ね、はい、ルカの連チャンです、この4局1本馬、7番9層、さあ、勝敗が順調、すごいね、あ、もうイシャンテンだよ、リャンシャンテンか、純ちゃんのリャンシャンテンか、ちゃんのリャンシャンテンですね、ね、うん、でも泣くんだろうね、きっとね、これ泣くんじゃないですか、泣くんだろうね、はい、だから2900だね、あるいは2900ですね、食いつきそうだもんね、食いつきそう、ポンからは特に入りたいですね、これは、いや、チーが一番しやすい、ああ、3ピン入った、あ、3ピン入っちゃった、ちょっと面前で頑張りたいですよ、これ面前で頑張れ本当に本当にっていうか、本当面前で頑張れ、おしゅう、いや、今、ね、出ないか、いや、今そのうち出るかもしれないけど、はい、ただ出るときに当たりになる可能性があるね、あります、うん、3ピンいらないね、チートイツ見ない、チートイツ見ない、うん、チートイツ見ちゃうとパワーの受けるとかなくなっちゃうね、はい、頼むから1泣き1つだけは泣かないで、1つ見たらイーマン、吉田からもイーマンが出ます、イーマンとか泣きました、ああ泣いちゃったよ本店です、泣いちゃったよ、泣いちゃったよ、でもあの近藤君のパーピンローピン、はい、結構あれだね、チーピンはありそうに見えますね、うん、結構有利な感じするね、
ただ2900だね。2900です。Q1 からか。まさか Q1 ポンしてロキューピーにしないだろうね。いやするかもしれないですね。そうドラが切れそうなんで今ね違うねあのパーピンが2枚見えたでしょ、はい、それでさどうするかなと思って泣きそう泣くなかなか泣かなかったよ泣かなかったよって感じにしててもただチーピンも悪くなさそうですもんねそうですね、うん、はい確かにそれはあーチーマン入ったいいシャンってんだよねまだねつもり3個狙いながら、ま、満足のいいペーコ変化みたいな乱層3層乱層3層が手は高くなるパターンですね受け入れだけ見るならローピンかチーソー切りがいいのも見えますがローピン1枚切れですね手が安くなっちゃうね安くなっちゃいます、うん、ちょっとちっちゃっぱいだらけのつもり3、4個もなと思うとウーマンか現物はいなるほど1枚切れただ大きい方向に向かわないよね手がね手が高い点ねだからあの基本的に考え方としては分からないんだったら高くなる手を打った方がいいよねその何が正しいか分かんなかったらねこれだと守ってることになっちゃうからまあ守るって言うならいいですけどねちょっと古川の仕掛けはまあ分かんないですよこの人ね怖いですよねいやそうなんだけど年中やってるからまあ大したことないっていうこともあるからあんまり早く対応しちゃうとダメなんですよ、仕掛けがすごく早いからおおこんな天敗がすごいね役割天敗ですそうあんな裾持ってくるんだこれで観浪層に受けるかシャンポン続行か、まあ、このままでしょうはいシャンポンのままです、やっぱドラが急走でああいう切り方になってるとね、はい、やっぱりあまあこれもしょうがないねまあ、ローピン現物は現物ですけど完璧に受ける手も十分ありそうですが、うん、ここはシャンパンのまままああんまり怖くないかな、うんうん、端っこは怖いですよね端っこは怖いですね、うん、やっぱちゃんた系の、うん、ドラが急走だしね、ステハイもスマーマーから打ってますし急走これはあこれはちょっと切れないな、うん、チーソーも嫌だよねペンチーソーもあるからね、うんまあ、ローピンぐらい行く方が手堅いですね、ちょっと強気というか、うん、やっぱ切れないですね小さな球数まあ切れないというか切るべきじゃないかもしれないですね、球数が全部山なんだ普通あのイワンポンしたら球数持ってそうですよね持ってそうです一枚はあって普通はねなんか普通はね純ちゃんドライチとかうん小さですね3万もね、まあ、3万いいのか2万本だからね、はいうん、ペンちゃんとにかくケアですよね、うん、シボの灰は相当打ちやすいチーピン見せないね姿をねそうですねまだ山に3枚残っている9万から切り手から打っていく、うんまあ、まあ大して意味ないですけどね、はい、あまたもうテンパったと思ってるだけだからあ今テンパったのかぐらいのことで結局はテンパイなんで、はい、トンも打ちづらいですねこれはダブトンですからまあテンパイと特に印象付けられることはできましたね、はい、もうこれでもう誰も向かってこないかもしれないぐらいの感じですねキューピンも切れないからね、はいうん、さあ時間がかかっています
ただあれ泣きたくないよね、一枚目。泣きたくないですね。ねえ、2枚目、せいぜいせめて2枚目ぐらいだよね。2枚目もちょっと、カンパがありますからね。まあ、カンパもあるからね。泣きたくないです。じゃあ3枚目か。3枚目か。言わなかないよ。あ、でもチーピン、つま上がりました。うん、また1000オール。1000オール。1000は1100オール。どうぞどうぞっていう感じよね。はい、そのぐらいだったらどうぞ、うん、ノーテンバップと一緒ですっていう。あれやっぱドラ頭でさ4戦3球オールが大きいね、はい、大きいですね、うん、それはまだ分かるけど、うん、あでも古川さんらしい、これは本当に古川らしい、僕なんか泣けない、泣いちゃいけないみたいな、全部泣かなそうですよね、いや全部泣かなくはないけど絶対泣かないぞみたいな2段目の中盤ぐらいまでは泣かなくないですよね、と思うけどね、でもそういうのも衰えなんだな衰えとは違うんじゃないですか、いや違うんだ、来ない、手が来ない、来ないっていうか来てくんないから結局そのままだと終わっちゃうんだよな、はい、泣かざるを得ないという、いやだから泣かないんだけどさ、はい、泣かないんだけどテンパんないよみたいな、一応吉田のところにはパーマンは流れてる、だから吉田君はだからそういうその苦しいね、はい、なかなかテンパらんときはテンパらんなみたいなのを覚悟しないといけないのよ、吉田君みたいな打ち方、面前派手やかっていうのは、ね、うん、だからその代わり勝てるときにたくさん勝たないとしょうがないね、お、これはチーズですね、こんなこと始めると大体ろくなことないぞ、ろくなことないですか、うん、ちょっとあれしちゃったよね、はい、ちょっとあまりにもじっとしててずっと我慢してますからね、だからもっと我慢してないと思うんじゃない、もっと、はい、もうちょっといるんじゃない、我慢が、もう我慢してたら終わっちゃうじゃないかっていう、そのぐらいまで我慢して、まあ、この程度じゃね、はい、大したことないから、まあ脅しにはなるけどね、まあ脅したいっていうなら違うけど、はい、まあ、脅すのは顔だけでいいんじゃないかな顔はこわもとですから、顔はもうひげも生えしちゃってさ、似合うけどね。似合います。本当に似合うよね。はい。だからひげ生やしたの僕初めて見てさ、あ似合うわと思って。だからこれは切らない方がいいよね、うん。もっと量を増やした方がいいかもしれないね。多分もっと増えると生やそうと思えば、うん、ね、増えると思いますから。似合うよね。明治の人間、明治の人みたいな感じでね。よくこう肖像画とかに描かれてるような人っていうふうに言われてますよ。うん、あそうなんだ、言われてるんだ。はい。はい、陸軍大将とかさ、そんな感じですね、似合うね、しかし、はい、ほんとひげ似合う、うん、さあ今度チートイツのいいシャンテン、ここはスーソ切り、一つ目もチートイツリアンシャンテン、もう一枚満足したい、まああれだよね、ドラがなんだから私はドラの名を持ってますよみたいな顔してやっとくしかないよね、はい、うん、そうするとプレッシャーかけられるからね、パーマンですね、うん、だから本一に行ってるのは見え見えだからね、だからドラ持ってんだろうなと思わせないとしょうがないもんね、はい、うん、次は神茶ですからね、簡単にマンズを下ろすわけにはいかない、まあ下ろされても困るんだよね、困りますね、7番とか下ろされてね、はい、泣けなかったりするとね、舐められちゃうんですよ、例えば7番とかの、ね、3-7 の牌出してね、はい、泣けないっていうことはね、なんか情けない時ある、急所ですからね、3-7牌は、そうそうそう、ともプレッシャーかけられなくて、うん、相手がもっと切ってくるみたいなね、はい、その間に手が進んじゃってみたいなのもあるからですね、まあこのぐらい手が伸びないともう脅しだけですね、はい、本気で上がりに行ったらもう無理なんで、1枚しかまだマンズ引いていないです、うん、まあどっかでマンズ1枚ぐらいこうテンパってなくてもね、外して余らしといて、はい、Q1 あたりちょっと切っとくと、まあこの辺で例えばね、ちょっと1枚でも切っとくともう誰も来ない、絶対来れなくなっちゃうから、はい、まあ今でも来ないけどね、まだ今度は打っているぞ、うん、あドラ、あでも空間持ってない、まあ、今でもいい番来ましたけどね、9番あんこにしました、うん、まあでもちょっと上がりにはちょっと遠いんだよね、まだ、はい、そんなこと言ってると上がれるからな、テンパしちゃった、急走、うん、では古川に統一、
まあ短期ね変えて、まあ何が来たら何短期になるんだろうし ね、うん、まあいい範囲に変えるでしょうからね、うん、急走も現状悪くないですけどね、はい、ただ持たれてるんでしょうがないですけど、持っていく、お頑張った。だからああいう範囲を切らせないようにするには、はい、なんか一枚まんじ切っとく。そうですね、そうなるとそうするとと止まるかもしれないですね、何にも余ってないからね。反対にあっちに切れなくなってきちゃったね。そうですね、近藤が怖いですよね。来てるからね。この辺はもう打たれません。一つ岩満足を絞って折りに向かう。ここで余らせました。いやこれはね、はい、大してプレッシャーならないですよ。はい、そして近藤、うんね、ラサイの急走つながりました。800、1600は1800。どうなったかね、あそこ1万ずなんかちょっとなんとなく1枚こうもうちょっと早く余らしてたりすると、うそうするとローマンがかなり打ちづらい牌ですね。ローマン結構きつかったよね。まあ、9万じゃダメかな、まあ、何でもいいけど1枚ぐらい満足切っとくと、はい、もう転敗するなんか可能性がどんどん低くなってるから、牌が来なかったんで、はい、まあ絵合わせるだけならね、もちろん今の打ち方になっちゃうんですけど、場面をコントロールしたいんだったら1枚ちょっと余らしとくと、まあもちろんそれはもうこれはもう上がるの無理だなみたいな感触があってのことですけどね、はい、うん、まあペイから1球でもいいピンぐらいでも全然いいけどね、ドラ1枚ありましたね。1つこちらは今度そうで1目についてきています。川はこれは面前で行くのか、ペイからさあ吉田2面つですね。立ちは悪くない。まあ一つ行くのでチートイツもね、あるね、ありますね、4トイツあります、うん、下は一気通過も見えてきましたよ。さあ連ピン、ここは何を打っていきます。まあ、古川さんでもこれは確実に単ヤオになんとかしようみたいな。単ヤオに9万9万シャーシャーとありますが、うん、なんとか単ヤオにしていきたいんでしょうね。なんとか単ヤオにしようっていう、まあ親の場合ですけどね。はい、うん、今回はペイチャーです。ペイチャーですけどね、まあ、いや古川にあの今親の一つ行くの手なんかで、ね、一つ行くの手、ああなるほどなるほど、うん、これここ一気通過狙いたいからね、もうくっつきじゃない、はい、ね、うん、リャンピア残しますよ ね、うん、これは一気通過吉田は当然見ていく、一つ行くの手配が古川だった場合ですね、うん、あ、そういうことですね、はい、もうそうやってそれはもうシャーシャーで ね単野に単野を取り掛く、単野は基本だもんね、はい、吉田君もこのぐらい手が良かったらちょっとなサクッと引きたいね。そうですね、うん、一気通貫でリーチを打ちたい、打ちたいよね、これがなかなか転敗しないときは苦しいですよね。パーマンがあんこ、なるほどね、まあドラの7万は切らない形なんで、まあ、シャーシャーとか切っていく形になるかもしれない、ね、いずれはそうですね、それで単ヤオとかも、うんうん、切っていきたい。さあ古川もインフブ組のいいシャーで、ローマンこれは嬉しいですね、ここでシャーシャーか、そうだね、うん、さあ吉田早くテンパ入れたい、いいペーコ、これはローピンのタイヤを変化でリーチ、まあそうですね、サブローピンだっけ、ローピンだけだっけ、ローピンだけですね、はい、あ嘘があっさり出て、これ2000点の上がり、ピンフいいペーコです。ね、理想とは違う、まあ一通貫になった時ならリーチ打てるんですけど、はい、あそこでただの一平行じゃね、ローピン来ないとやっぱり打てないよね。上がって上番迎えました。何の曲ですね。ラローマン。おっとちょっと面白そうな展開ですが、嘘パソガンコ急走がドイツだけか。まあいまいちはいまいちだね。
はトイトイスワンコ、ね、トイツが2つぐらいあったらあのあんこが1つにトイツが2つだったらすぐスワンコって言うんだよね、はい、吉田は多分好きな役ですからね。いやそうだけど嫌いな人はいないです。ちょっと飛躍しすぎじゃない、はい、スワンコって言ってくとあの見てる人が喜ぶと思ってるでしょ、当然役満は麻雀の、ね、まあ、麻雀の花だからね、うん、ドラのローマン来ました古川。これはかなりまとまりましたぐっと引き締まりましたね、うん、ああいうローワンとか引くと違うよね、やっぱあのキーパイみたいなね、はい、うん、要の牌をやっぱり引けるとやっぱり大きいですよね、うん、だから要の牌を引いてきてるときはもう割と勝負してもいいですよね、はい、うん、からもう形が悪いとこばっかり残ったらやっぱり勝負なかなかならないです、うん、連続でドラのローマン、うん、まあまあまだまだ、はい、まず広がりあるから。さあ一つ芋一メンツです。二差しの三色を狙っています。シーソー難しい。まあ単葉にね持ってきたいっていう意味のチーソーも兼ねて、はい、チュンチュン切っていく形がありますかね。タイヤを3色とかありますね。ああ、キューピン振り点です。これ振り点振り点だよ。おい、はい、振り点だよ。残しました。振り点残したね。だけど振り点残さなくてもね、キューピン3枚切れてるよ。だから残さない、ね、残さない方が良かったんじゃないの、はい。重なりはパーピンの方がいいっていうことですかね。ああ、いやそれは無理にこじつけるね。ただスーピン引いたりしても困るし。はい。スーピン引いていけばタイヤを、うん。なんとかほらあの打ち手の打ち手を助けようと思ってそんなこと言ってさ。これは自敗は打たないか。あー小さだ。なんか統一点にこだわってますか。統一点ちょっと行きたいよね、うん、今度単用のいいシャンテン、まあ、統一系統行くんなら振り点関係ないよね。はい、うん、ドラのローマンが一つに行きました。ここはパーソギリです。ちょっと難しいね、まあ、例えばこれ今これが8巡目ですけどね、はい、まあ、あと何巡ぐらいしたら泣き泣いてせめて天敗だけ経点でもいいからやろうかなっていうぐらいの、それぐらいちょっと厳しい厳しい出会いですね。8巡目にしては親としてこの親流したくないからね、バビ重なったチートイツのいいシャンテン、ただ、まあ、もちろんスワンコもあると、まあ、トイトイもあるね、まあうまいことね振り点にしてパーフェクト重なったから、はい、重なりました、ね、案外幸運なことが訪れるかもしれないよ、かもしれないですよ、うん、パーピン残ってるね、うん、もう一手進めたい、まあ、ペアする自分で切ってますからね、そしてドラドラの古川、さあこれでいいシャンテン、いいシャンテンか、目いっぱいです。一つ芋ドラが使える、あでも振り点ウッパーマン振り点、まあそうだけどあそこドラだからね、はい、天敗ですね。一手代わり3色取らずを考えてるか、はい、刺し子どっちを切るかか、うん、さらに手広くなりました古川。関数層か、数層です、数層2枚残りだね、はい、手牌に、あ1枚残りです、1枚残り、手牌に2枚持たれてます、ね、あ手牌に2枚あるのか、はい、場に1枚残りか、チュンの統一落とし、なあいけない、もうそろそろ泣くこと考えていかないと、そうですね、そろそろ、はい、26,800 ですからね、うん、ちょっとこうどうしても連チャンが、おすごいね、ここはチーピンパーピンを払っていく、ちょっと数層危ないかもしれない、吉田、いやこれも泣かないとしょうがないね、はい、泣けたらね、数万チーして数ピンの肩上がりの天敗です。
泣いていった吉田パーピンポンだ。これが助けになるか、せめてテンパイにでもなればね、はい、うん、スーピンじゃないですか、スーピンですってこのスーピン今度掴んでしまった古川の上がり、タンヤオドラドラ3900、あ、そうですね3900、あ、ドラドラあったんだね、はい、そうだね、ドラドラでした、うん、ああいうの上がるときはいい、ふるちゃんはいいですよ、上がりですから、うん、肩上がり嫌いですよね、肩上がりは嫌いです、本当嫌いです、はい、肩上がりほとんどやらないですよね、肩重いと肩が 肩重いと肩上がりが嫌いですかいや肩上がりはいいもんですよ、肩重いはそうですね、悪くないですけど、肩上がりは嫌ですね、肩上がりは嫌ですね、肩上がり勝手ですからね、別に、はい、さあ何三曲、今度のエヴァンデストラはキューピー、いやこれ古川さん悪くないよ、これ古川、うん、はい、今回は単用で、今回も単用で、ね、いやそうだけど手がね伸びそうだから単用だけで終わればいいけど、うん、単用だけなら安いじゃないですか、安いです、あうわー、シャー来たよ、本一に行っちゃう、これ本一なのかトイトイなのか単用なのか、いやシャーなくなったら本一だもんね、そうですね、うん、はい、でもなんかこれ泣かないと結構手が伸びると思うんですよ、今の感じだとね、はい、ね、でも泣きそうです、だからこの、うん、今の流派なんかでもね、残して、あ、流派も切ってるんだ、はい、あ、そっか、切ってるんだ、切ってなかったら結構あれは、いや、すごい魅力的な、ね、魅力的な手になってるよ、本一でね、あ、流派切っちゃったんだ、近藤が第一弾切ったんで合わせたんですね、合わせちゃったんだね、重ねにくいということで、うん、3ピンとかがねどうだったんだろうね、3ピン、あ、3ピンはちょっといらない、うん、まあ、単野をちょっと本一、そうなんだけど本一、マンズいっぱいあったからね、はい、結構本一なんかもありそうだったんだけど、その残して3ピン切りと言っても十分考えられましたね、味噌、うん、残すんですね、3ピンは2枚切れたところ、ペイはね、あのこちらに2枚あるからどうせくっつかないからね、はい、そしたら単用のいいシャンテンです、親の近藤も、お、ここもでもそんなに悪くないね、はい、だとドラマ9ピンいらないけどね、ドラマ9ピンがチートイツのいいシャンテンですからね、うん、あ、チートイツのいいシャンテンなの、はい、チートイツも、あ、そうかそうか、あのいいシャンテン、あ、そうだね、あ、なるほどね、なんか想像がごちゃっと見えて両面形だと思って、ちょっとごちゃごちゃしてますけどね、3、3、4、4、5、5ってあるんだね、はい、あ、なるほど、さあ、イシャンテンのエヴァン今度テンパイです、うん、ローピンチーピンかな、カンパーピンか、ここは単葉のテンパイ、うん、ローピンチーピンだよね、まだチート移りになるしね、なりますね、うん、あの何か頭ができて、あのチート打ちにもなるし、あ、それはちょっとあれだね、はい、いいペコができてリーチにいった、うん、それか、一応中筋になってますね、ローピンが、うん、大きいな、それもしね積もれれば、はい、出ても5200、あ、親番ですね、親番です、ねえ、ローピン1ピンですね、一ついに巻きました、これでなくなっちゃったからね、あそこがね、1枚ずつローピンがない、チーピンが1枚、うん、もともと苦しい形ですからね、うーピン、引き方が悪いね、はい、一つ行くも手が伸びてきたよね、はい、吉田もいいシャンテンキープしています、今現物、ウーピンは現物、パンの方から打っていきます、さあ今度こういうの上がりたいな、上がりたいですね、苦しい形が上がれるとね、これはそろそろ勝負できるか、ウーピンキューピンが現物なだけに、
スーソーローソー勝負しづらいね。しづらいですね、うん、したいけどね、うん、3万リャンマンはどうでしょう。スーソーウーピン、でもウーピンキューピンが切れるんでね、ですからね、うん、ここ手堅くスーソーローソー行けばいいけど、どっちか当たりそうな感じはするよね。本当にここ両方落とすのはちょっと無謀だよね、どう考えてもね、はい。まあ、無謀と好プレーはちょっと、はい、ね、紙一重っていうところもありますけどね、うん、無謀なのが通っちゃうと好プレーみたいになっちゃうけど、はい、ね、まあ親連チャンでいいか。吉田がなんとかまだいいシャンテンキープしています。まあ一つもいいシャンテンキープしていますが、あ、この一品もワンチャンスではありますけどね。あ、ノーチャンスか。サンサンサン、ただションパイなんだよね、はい、うん、ションパイなんだよね。でリャンソーキリリーチでリャンソー3枚しか見えてないから位相が行きづらいからね、となればもうやめようと、やめましたね、はい、まあやめるんでしょうね。キューピン、さあ、あと形を残しているのは吉田、カンサンソーとスッチーマンのイーシャンテン。これ全突っ張はあれか、全突破ここで一気通貫できてる、一数案か、はい、シャーシャーはション、まあ、一数案ありそうな感じもするね、うん、E1 あたりがね。いやーリーチは効くね。そうですね、うん、これ吉田現物なしか、あ、リャンソーがあるか、リャンソーがある。形ができたら攻めるタイプだとあそこは攻めれるんだよね。うーん、だけどやっぱりかなり無謀なこともしなきゃいけないから。そう見えます ね本当に紙一重の、うん、紙一重なんですけどね、これ数層ローソーと言ってたら上がりあったかもしれないな。どっちかが現物ならいけた可能性は十分ありますね。勝負、勝負牌で4も6も両方取ってなかったからね、これ椅子はありそうだな。椅子ありそうですね。ドラが3枚そんなやめてくださいよ本当にもうね。いやー、イスワンどこだろう。2番がね、はい、まだ山でしょ結構。そうなんですよ ね、あ、ここに来ました、ここに来たね。うん、まだ1枚ありましたが、ここは近藤の一人転敗です。うーん、まあ、スーソーローソーとか切ってる今のスーワンとか出ないですからね。そうですね、出ないです、うん。一人転敗、あ、上がれる可能性そんなにないとは思って。上がれる可能性はね、カンパーピに受けてね、カンパーピ、はい、カンパーピに受けてるとウーピン来るから。あ、ドラタンキ、それはドラタンキだね。うん、そうするとキューピンツボだね。ただそれ受けないですよ、タンヤオですから。 とりあえずの役割ですもんね、うん、あの時はタンヤオですから。イペコできてなかったんで、ローピンチーピに受けますよ、はい。例えば役がなかったりするとカンパーピンに受けておいて、そうですね、はい、キューピン、キューピン引いてウパーピンに変わるっていうのがあるんだけど、うん、あのタンヤオついてたからね、タンヤオだったのが近藤にとっては、うん、でキューキューキューとか来ちゃって、キュー切ったらキューキューとか来ちゃってね、はい、で弱気な人だとね、ドラ切りたくないからカンパーピンに受けてたらうまくいったとか ね、そしたらイペコもできて、ついで積もっちゃったみたいな、はい、サンキューですね。ランサン局は一本場、近藤の連チャンドラバーキューピンです。やっぱパイはね、都合よく来てくれないとね、はい、なかなか上がりは難しいですね。だから都合よく来ないときにどうやってその、まあ、都合よく来ないだろうと思ってできるときもあるんですけどね、はい、ちょっと調子良くないからよれてくるかなみたいなね、はい、だから変則に打つっていうことありますけど、普通に打ってるとやっぱり普通に来てくれないと、はい、きついよね。そういう時はまあ調子がいいというか、まあまあ調子がいい時はそういうもんだよね、うん、普通に来てくれるから。そうじゃない時にどうするかが難しいですよね、まあ、そうそう、それは難しいですね。あの古川さんも今ね6、7、8の3色に今なんか自然になって今来てるから、はい、ね、こういうふうに あまり考えずにこういけるのはいいよね、いいですよね、うん、そういう時は自然に、ね、まあ、1つ目が何をポンしていきました、うん、まあ、一つ行くんが今何をポンして、
ジャン面は豊富にありますけどね、ジャン刀がない形です。まあ手は安いからね、はい、これでいいじゃんって、うん、まあこの先天がどうかっていう話だよね。供託が先天だよね。あります。まあ上がって2300点ぐらい。はい、そうです。うん、でまだ浮かない。まだ浮きませんね、うん、あら、おっと、ここは大きく、え、大きく曲がっていきますね。はい、取りませんでした。一射点取らないの。取りませんでしたね。3万あたりを切る手は有力、まあ、もちろんローマンパーマンっていう手もあなくはないんですけど、いや、せめてどっちかでしょ。せめてどっちかのように。だからそのなんちゃとしてだったら3アン数アンで、数アン、僕数アン3アンって切っちゃった方があれですけどね、はい、3色の、うん、ペーペーはすごいね。ペーペーでなんかぐるっと、もうこれは守ってる打ち方ですね。そう見えますね、うん、これは守ってて打たないよみたいなね、一つ、もまあ2泣きなんで安い可能性は高いんでしょうけど、ドランコにしてリーチだ今度。イスマン、イスはね、親、これ親ですよね。親です。あー、これは、ね、あー、トンナンコとして一ついだ。あー、トンタンキになってたんだ。トンタンキで待っていました。うまくいったね。これはうまくいった近藤が。いやー、一つ山に上がったんですけど、古川さんも今のは悪くないですよ、ね、悪くないです。だって親のあのリーチでかわしたんだもん。ドラ3リーチですから、あれうまくかわせるね。まあ実際問題としてリーチかかっちゃったらトンアンコとしてあるんですけどね。そうですね、はい、トン、あのリーチのためのトンアンコみたいな感じだからね。結局一つ君がトンタンキにすればもうね、はい、上がりが今のパターンだと確定ですか。このなんかタイミング、リーチボーも、ね、リーチボーも入っちゃったからね。入って2キュッパでしょ。キュッパです。もう浮きたくてしょうがないね、きっと。浮きたくてしょうがない。九勝のか、何パーあるこれ。8種ですね。8種9枚、まあ、チャンタとか見ながら、国士も見ながらか。ドラバス、ただ点数がね、2キュッパだからね、はい、ちょっと浮けば上がりだから、脳天はあれだよね。軽い手がいいんですけど、古川が一番軽い、どう見ても古川が一番軽い。一つ君はまあ国士か、まあ、ペイ来たよ。ローソーぐらいから切っとくか。パーマンか、まあ、パーマンはちゃんと捨てたってことだね、うん、こちらは近藤です。近藤、まあ、近藤君もあれだよね、さっきのあれ、あんな絶好のリーチ蹴られちゃったらきついね。はい、本当ですね、うん、きついな。あれ切られちゃったらもう無理だなみたいな。ちょっと受ける気がしないですよね。例えばこれ浮こうと思っちゃダメな感じかな。なるほど、うん、もう3着でいいやぐらいの感じでしないと、はい、うん、まあちょっと消極的すぎるって言えばそうかもしれないけどね、はい、手配としてはね、十分あの気も見えるようなちゃんと3色、まあ、あんまり無理しても難しいかもしれないですね、はい、まあ、手は悪くないんだけど ね、 もちろん浮く可能性は十分、ね、はい、ありますけど。次は国士だ。さあ吉田はまだヤンシャンテ、うん、南岸湖、うん、なるほどね、うん、ただ上がりじゃ済まさないぞっていう感じだ ね、はい、ね、白切らなかったもんね。そうですね、ウーマンの方から、うん、白重ねてね、あの3万イーワン切って、うん、来た。これは箱を切って目いっぱいでしょう。まあね、まあ、あのリャンマン来た時には何切りがあるか。何切りが、ね、そうですね、あります。切りたくないけどね。はい。お、天杯で闇天ですよ、カンパーマン。2枚切れ。上がれる？上がれないです。役なしです。まあしょうがないね。はい。お、急装置手堅くいきましたね。2枚目の急装置。イーマン短期。3万ポンは吉田。これすごいあれだね、すごい遠慮したね。遠慮してますね、近藤は。近藤君こんな遠慮していいの。なんちゃんた3色で、あれ積もれば原点か、5200で。ああ、ちっちゃで、積もればでしょ。積もればです、はい。 あと自敗ファンパイに変えれば OK ですよ。ファンパイ短期5200で、まあそこも勘するか。勘もありますね、何の勘、うん、でも一つ今吉田単4の仕掛け。
シャア、シャアじゃ、あ、ペーチャーです。これはダメだね、シャアだね。まあでもシャア短期の方がいいか。お、あ、国士みたいなのいたか。はい。これはシャアじゃなくていい。急走か、あ、まあ急走薄かったのか。急走でも、まあ、急走出た後にもう一枚出たかな。そうですね、はい。うん、まあ、一つがちょっと国士っぽいっていうのはあったんでしょうね。うん、あったかもしれないね。お、うん。初短期なら大逃げでした。一つ君はまあリャンシャンテン、トン・ラン・シャーペイ・ハク・リャンシャンテンです、はい、リャンシャンテン、リャンシャンテン、急走がないんですね。急走と急ピン、ハク、カンローマンにしとく、カンローマンにしました。これ単用に変えられるんで、はい、でも単用に変わった時は宝珠です。ああ、言わん、報酬か。じゃあ、まあ、早く町を変えてくれよ、みたいな。はい。そうか、タイヤに変わったら打っちゃうか。あ、あ、これは、あ、打った。これは報酬だ。イーマンで、近藤が捉えた。なんと、近藤。ただ、これは、なんちゃんた3色で3900の上がり減点は届かず。あっさり諦めたよね、はい、でも2着でしょこれ、いや3着ですね、3着のまま、あ、日給パーがいるからね、はい、うん、ということで最終戦はトップから一人行きです。古川、そして一つい、近藤、吉田という並びです。はい、以上並びで、4回戦が終了いたしました。さあ、本日第10節のシータクの対局の模様をお届けしてまいりました。森山会長、今日ご覧になっていかがでしたでしょうか。うん、まあね、その最下位の近藤君頑張って、はい、ただもっと勝てた気がしたね。うん、今日50ほどですけどね、まだもっと1回戦なんかでももうちょっとね、はい、アグレッシブにいってくれるとね、はい、まあでもまあまあ今日そこそこ上的ではありますね、まあ妥協しないでしょうがないですかね、はい、うん、そして古川はプラス2までおそらくなってないかな、ギリギリ、あの10いくつマイナスでしたからね、はい、最後がちょっと多分トップなんで、17だったので一人浮きのトップで、うん、若干浮いたかもしれないね。あ、1000点とかね、はい、うん、もしかしたらプラマイゼロ、まあそんなに調子よくいいとは思ってなかったんで、もう十分じゃないですか、はい、しっかりと、うん、はい、本日タクナイトッパ近藤でプラス 47.1、続いて古川プラスには少し足りませんでした、マイナス 0.6、 はい、はい、続いて一つ井がマイナス 17.0、吉田がマイナス 29.5、以上の結果となりました。近藤が頑張ったので、これかなり残留争いも熾烈な戦いになってきました。そうですね、下の方60代70代80代っていうね、はい、どうなるか分からない、皆さん安心できない、5位の吉田までがマイナスというすごい、あ、はい、ね、39期の、対局となります。はい、ではこれから選手のインタビューに移りたいと思います。イヤホンをしていただいて中の声が聞こえます。さあ、まずはこの方にお越しいただきました吉田忠プロです。吉田さん、お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。いや、今日も苦しい、一日ではありました、うん、終えてみての感想いかがでしょうか。うん、そうですね、なんか1回戦から、はい、まあ、近藤さんが調子良かったんでさばきに行ったりして、 ありましたね、結構刺さっちゃって、はい、うん、まあ、あのただ難波の親番で、はい、あの3900オール引けたのは、はい、ね、大きかったんですけど、あそこもなんか普段だと泣かないんですけど、はい、うん、なんかちょっと、まあ、会長もね解説なんで、あのこれはあの動いた方がいいですかねってこう会長に心の中で聞きながら、はい、タンヤドラさんの手配ですよね、はい、あれはいいんじゃないの、はい、はい、なんか、うん、あれはちょっとあの泣かないときついんじゃない。そう、ただ今その最初に言ってたさばきに行ったいらねえよ、はい、吉田さんはそういうのはあのいらないというふうに必要ないんじゃないかというふうに会長は、なんかあの近藤さんの闇手の関数案が、はい、あの一巡前に ね、切れたっていうか、あとその一巡前にちょっともう近藤さんの闇手も警戒してたんですよね。あ、雰囲気があったということですね。警戒してたのに、はい、なんかあのいいシャンテになっちゃって、うん、なんかね中途半端な、はい、うん、踏み出しというかなんか、うん、うん、でそこからなんか近藤さんのまた親番が続いちゃったんで動いちゃったりっていうのがなんかバタバタしちゃったかなと、はい、
あのバタバタいらないね、うん、もう落ち着いてやってれば出し打ち方しないとしょうがないじゃない、はい、うん、だから悪あがきになっちゃうよね、うん、あなたの泣きは大体ね、その悪い時のやつはね、はい、だから高い手ならしょうがないけど、しょうがないぞ、面前手役派はさ、はい、やっぱりバタバタしちゃうとやっぱりろくなことないよな。そうですね、やっぱりあのチャンタとかが決まったりとかね、はい、ペンチマンですね、はい、そういう展開にならないと、だからしょうがないじゃない。じゃあもうやっぱり我慢するしか、いや、そう、我慢して、ね、あの要所だけ泣けばいいんだけど、はい、これいらないよねっていう時にこう、まあ、例えばあのドラポンが入った時かな、なんか、あ、はい、やっぱチーして積もらした、はい、なんかナンドラさんの手を、はい、ヤンワンを泣きを入れてさ、はい、泣きを入れて積もらしちゃったみたいなさ、はい、ああいう動き大体ろくなことはないね。だからそれまして自分はその自分が待ってるの別に通るかどうかも全然分かんないし、はい、ただ単にあのドラさんを蹴りに行こうかっていうさ、はい、だからもうあんまりああいう時参加しないでもしょうがないんじゃないの、うん、吉田君なんかの打ち方だと、はい、やっぱりそういうさばきに行こうっていうして失敗する時した時にやっぱりあの苦しいことが多いよね。でも我慢してるとか随分我慢してたよ、はい、そうですね、あの1回戦一つ井さんの仕掛けでしたっけ、うん、にもうトーン、いや、もう自敗一切切らないぞとかね、はい、うん、そういう読みもしっかりしてるわけだから、うん、やっぱり自分信じていかないと、はい、ね、あとはあのひげが非常に、あ、ひげが似合ってるよね、ありがとうございます、すごいすごい、はい、もうすごいひげにしたらこう、なんていうの、はい、こう上に跳ね上げるようなさ、ちょっと嫌かさすがにちょっと、はい、結構これでも邪魔です、はい、いやいや、ね、でも全然あのすごい似合ってると思う、ありがとうございます、うん、はい、今日はマイナスでちょっとねトータルポイントも、マイナス 2.8 とまだ順位は変わってないですからね、はい、はい、残り3節となります、はい、次回が11節の C 卓で対局メンバーが柴田、黒沢、古川というメンバーです。はい。次節に向けて意気込みの方を聞かせてください。そうですね。僕多分連続だと思うんですけど。はい、そうです。C 卓で、はい、次が12節の A 卓です。はい。連続なんで、うん、まあちょっと本当にね、決定戦とか行ってられない状況になっちゃったんで。上も下も両方あるようなポイントですね。はい、あるんで、まあね、丁寧に打って、はい、まあ来節のその序盤が。うん、まあ、浮いたりトップ取れたら、はい、思いっきりねアクセル踏んで攻めたいと思いますので、はい、はい、応援よろしくお願いいたします。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。そうか、3節続けて結構負けちゃったんだね。そうなんですよ、100ぐらい、ね、よかったのにね。はい、ここちょっと踏ん張りどころも、ね、吉田さんですが、ね、まだ決定戦も十分、ただ今日もでもチャンスは少なかったよね。少なかったように見えますね、うん、あれをずっと我慢してしなきゃしょうがないんだよね、でもね、うん、はい、続きまして一井真也プロです。一井さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、今日1回戦出だしはかなり苦しいスタートとなりましたが、その後また盛り返してという一日でした。ご自身で振り返ってみてはいかがでしょうか。まあそうですね、苦しかったんですけど、まあ初めの淡白な一半チャン目がやっぱちょっと反省ですね、はい、結構ね近藤さんへの連続報酬がぐらっと来てたんじゃないかなっていう感じだったんですけど、はい、まあそうですね、はい、まあぐらっとは来ますと、はい、来ましたよね。ただね、2回戦目に、また結構多いですよね、一つ井さん1回戦目こう苦しいラスからの2回戦目大トップっていうのを結構見てますよ。そう、1回戦ラスだから今日浮きなのかなと思ってたんですけど、ちょっとさすがに厳しかったです。はい、あ、考えていらっしゃったんですね、うん、はい、そして今日はまた新たなネクタイを。そうですね、はい、それはちょっとどういうネクタイなんでしょうか。いや、会長がイチゴがいいって言ったから、はい、ちょっとイチゴパワーアップさせたやつを今日つけてきました。前もイチゴでしたっけ、はい、あれ前イチゴでしたっけ、あの時。そうなんですよ、買った時かわいかったなそのもうちょっとなんかちっちゃいイチゴでしたよね。ちっちゃいイチゴからかわいい
パワーアップしたんですけど、パワーアップしたんですけれども今日はちょっと、はい、あれさ、ひとつい君さ、はい、もうどうせそのネクタイさ1回しか使わないんだろだから毎回あの視聴者プレゼントに出せよひとついさん応募があるんですか、いやもうそういいじゃない、はい、どうせ2回使わないだろなかなか同じネクタイつけないですからね、毎回違うの捨ててくるんだから、はい、あのどうですか一つ企画でなんか宛先とか出るやつ、いらないって、ここに応募多分応募はあの欲しい方はいらっしゃると思いますからね、まあ、あのよくできましたネクタイはさ、俺はさすがにこれはまずいなと思ったよ、はい、よくできましたネクタイ、それじゃあほらあのこっちが僕が司会した時の次の時よくできましたネクタイしてたから、それじゃあ今回ダメだろうみたいな、はいはい、めっちゃ沈みましたけどねあのネクタイ、ね、はい、だからそダメでしょ、その前回良かったのでこれ終わっちゃうじゃんみたいな、だからせめて前回と同じネクタイの方が良かったんじゃないのみたいな、なんか毎回、ね、まあでもいろいろそういうの考えてくれてるんだけど、はいはい、ね、今日は一時期はちょっと近藤さんにかわされたっていう時もあったとは思うんですけれども、はい、なんとかマイナス 17.0、トータル 70.4 ポイントで、はい、順位は下がってしまいましたが、ちょっとね1回戦の結果を考えればまずまずの出来だったのかなとは思います。はい、次節ひとついさんは B 卓で対局メンバーが勝又西川前田、はい、はい、という上位の、まあ、上位ではないか、はい、という3名と、はい、対局となります。次節に向けて意気込み聞かせてください。そうですね、まあ正念場続きなんで、まあやれることをやって、でそうですね、残留に向けて気合い入れて、いやそう残留に向けてなんだけど、はい、やっぱその局面局面で考えないで全体で考えないとあれだよね。そうですね、あの吉田君にタンヤオドラさん積もられた時もその前ディアンウアンでほらピンフドライチぐらいでリーチ打ったよね。はい、あれそんなに点数なんていうのかな、そんなにいい状態でもなかったから、はい、あれダマすぐ上がれたんだよね。あ、なるほど、吉田君多分打ってる、おそらくつもぎりで一巡で上がると思います。でやっぱり助けられちゃったら違うかなみたいな、だから結局点数的にそのあんまり今回負けなきゃいいやぐらいで3着だったんだけど、そのぐらいの感じだったんじゃないかな、はい、そこ無理してだって2位も難しかったし浮きも難しかったから、はい、なんかダマ点でも負けを覚悟する局面作んな、あの局を作らないとね、うん、はい、だからそこで無理しちゃうから結局上がり逃してなんかうまくいかないようになって、あれ1回戦だっけ、1回戦ですね、1回戦だね、そうそう1回戦だね、だから吉田君は反対にそこで3キロオールなんか上がってねちょっと助かっちゃったんだけど、ひとつ君が多分ピンフドライチぐらいダマで上がってるとすんなりそのまま終わったかもしれないね、次の曲がまた展開が変わっていたっていう可能性は十分、それは間違いないそういうあれなんで、はい、だから全体的に見てそんなに点数欲しい欲しいってやっちゃうとやっぱりそのダマでいいところをリーチ打ったりね、はい、反対にリーチかけるべきところダマになっちゃったり、例えば守ろうとする、だからその辺の判断をもっとその押し引きのなんていうかな、はい、押し引きをもっとしっかりこう厳しくやらないと、はい、もったいないと思うよ。かしこまりました、うん、かしこまらなくていいけどさ、はいはい、まあまあ、だからまだまだねチャンスあると思いますから、はい、そんなにさないからね。そうですね、全然ないです、はい、まあ、その辺ちょっとしっかり、はい、気を引き締めて頑張ってください。はい、はいはい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。おそらく古川さんは、まあ、新幹線の、はい、お時間があったと思いますが、はいはい、今日早く終わったからね、はい、多分今で新幹線間に合うの、ギリギリ間に合うんじゃないですかね。はい、あら間に合いませんでした。間に合いませんでしたか。そうか、でも古川さんでも帰られたのかな。はい、続きましては近藤久春プロです。近藤さんお疲れ様でした。お疲れ様です。久しぶりの、ね、そうですね、ずっと負けてばっかだから、はい、ご自身で振り返ってみていかがでしょうか。今日はなんか点が良かったよね、ずっと。1回戦から、はい、近藤さん流局挟んで7回連続上がってたんですよ。あかなり好調でしたよね、1回戦特に。そうですね、なんか、はい、何でもなんか上がれてるな。いきなりペイの後付けからあっさり上がれて、あ、はいはい、地獄のチートイツチュンタンキ上がれて、法廷でカンチーマン上がれてとか。あ、そうですね、はい、すごくなんかついてる感じだったんで、その割には
はい、最初だけだよねいやでも1回戦の大きなトップを2回戦のね、あのリャンマン短期のチートイツ追っかけは近藤さんらしくて、あ、決まりましたよね。はい、はい、なんかチートイツ決めるか決めないか難しい手配だったと思うんですけど、うん、決めましたね。あそこで行かないと結局また危なそうなのを持ってくると、うん、はい、きっと上がり逃しになって、うん、なるほどかなと思って、はい、その気持ちがあるならもっといけるとこがいっぱいあると思うけどなそうですか。その気持ちがあるならば、はい、やっぱりなんとなくあれだよね、このあのタイトにしようとかね、うん、あ、守備も考えますよね近藤さんは。そうですね、はい、だから結局アンパイ1個持ってるから、ね、失敗することが、その最初に7回連続して上がった時なんかも、はい、結局あのぐらいついてるんだったらもっと勝ってやろうっていう手の広げ方をやっぱりしてほしいと思うよね。ああ、そうですね、うん、だからそうするとものすごいこうあの調子の波が来ると2回戦も3回戦もすごくいいとかね、うん、やっぱちょっとね、やっぱりもう例えばお湯が沸騰してるところにちょっと蓋しちゃうとかね、火を弱めちゃうとかね、そんな打ち方が時々あるんでね、それはもう一回俺は沸騰したらすごいんだぞっていう感じでもうガンガン押すぐらいのそういう風にしないとやっぱりこう大トップというかね、はい、ガンガン勝っていけないから。でやっぱりあの例えばチートイズの中短期なんかも6400だけど、はい、あれをリーチを打てるぐらいの気持ちがあるといいと思う。ああ、うん、もうこれはもうしょうがないっていうぐらいの気持ちね。あれね、2枚目に出ちゃったんで、うん、いやだからそこでいやちゃんと次は絶対出るとかねなんかあの積もりに行く街でリーチを打ちたかった。そうですね、ですよね、はい、とりあえずの天敗だったら なんかすぐ上がれて、まあ、はい、本当調子いい時はそうですよね。そうですね、はい、だからあの積もりに行くってね、積もれたらあのラスにいないから積もれるあのね、年ではないじゃないかもしれないですね。ごもっともです、はい、だからね、やっぱりそれあのなんか気持ちがさちょっと負けてる気がする。あ、はい、もっとこう強い気持ちを出した方がいいんじゃない。ただ普段は多分ね、あのもっと例えば普段やってる時はもっと強い気持ちで多分出せるのよ、はい、だからより勝てるんだけど、ここに来ちゃうとちょっとその辺が調子が悪いせいもあるかもしれないけど、でも下に落ちても上がってくる力があるんだから毎年そうですね、大丈夫だと思うよ、はい、全然。ただその気持ちの部分が人がいいのかな、こう見えて優しい方もうちょっとなんていうのかな、はい、そのずうずしい感じが欲しいよな、うん、ということです近藤さん。 ありがとうございます。いや本当に本当に、はい、まあ、ローピンチーピンとか結構 ね、 あれだったけどね、ローピンチーピンのシャンポン待ち、うん、あれ9ピン3枚目ですごい嫌そうにしてましたね。そうですね、はい、いやもう嫌だけど なんでって感じだまあああいう展開でね、まあ、あれはまあしょうがないけど、まあ、あそこはもう何回戦かだけど、はい、ただそれと僕はちょっと思ったのは、そのいい時に、はい、今度なんかね、あのいい時に古川さんかなんか親になった時かな、なんか一泣きしてね、はい、あのウパーソー、ドラパーソーのウパーソーの町に、はい、ああはいはいはい、あれ大体ろくなことないよね。まあそうですね、結局町があれになると長引いちゃって、うんはい、ドラ町になると、それと一泣きしてったでしょう、うん、はいはい、だから僕はこれは絶対言えるけど、調子のいい時は一泣きいらないって、うん、あれだけいい時に、あれからだいぶ手が落ちたって自分で感じた。まあ結局上がれなかったんで、うん、上がれなかった、うん、そうそう、あれがパ例えばペーポンしてあのなんだかんだパーソーでもパッと積もってると全然違うんだけど、はい、上がれないんでいいことは起こらないだろうなとは思ってました、うん、だからそれを結果でその結果がたまたまそうなっちゃったんじゃなくて、ペー泣かなければそうならない、ああそうですね、ペー泣く必要がないかなみたいな、例えばドラドラとかならまだ分かるけど、ペーのみみたいな手でしょそうですね、腕があそこ泣いてパーソーにしちゃったらもうリーチかかったらどうするんだろうと思ったけどその心配ばっかりしてましたね、してるよね。だけどその状態は自分が一番いいから誰もテンパイにならないわけ、うん、本当ならああいうことするとリーチが入ったりして困っちゃうんだけど、うん、だからもともとリーチが入っても対応できるような手にしとくべきじゃないかな、うん、そうですね、あれないこと、もうあれなんで泣いちゃったの聞きたかったけど、はい、あれなんで泣いちゃったの、あんなところで、あつい声が出ちゃった、ついもうさばいちゃおうかなと思って、だいたいさばきの上手な人って僕麻雀であんまり見たことないんで、いやなんでかっていうと、さばいうまくいかないとだいたいもう悪い方に行って、うん、はい、
さばいてるのがうまくいってる時代はいいんだけどね、うん、それを多用するとだいたい失敗も多くなっちゃうからね、はい、全てがうまくいくわけじゃないですからね、うん、まあ、まあ古ちゃんなんかだって、うん、いろいろ泣くけどやっぱり降りること常に考えてやってる、はい、あの泣きだよね。そう、古川さんはもう本当にそうです、うん、だからその辺がちょっと違うんだけど、うん、まあ泣く人はいろいろあの例えば藤島君なんかをよく藤島さんもそうですね、やり方が違うんだけど、まあ、この句はあんまり泣くタイプじゃないから、あの全然手はしっかり作れるからね、気持ちじゃないかな、はい、気持ちだけも負けないで、ただ気持ちで言って負けないで言ったらやられちゃうのちょっとね今期はそうするとダメだなと思って、今度ちょっと守り中心になっちゃって、はい、それがなんかちょっとちぐはぐになってるような気もするんで、ね、もう今からでも優勝決定戦に行くぐらいの気持ちで、うん、ね、なくはゼロ、全然ゼロではないですからね。今日ライバルしたからね、はい、はい、ということで近藤さん今日はプラス 47.1 で、トータルはまだ12位なんですけど 82.9 でだいぶ近づきました。非常に大きな一日となりました。次節近藤さんは11節の A 卓、連続ですね、来週です、はい、対局メンバーが杉浦、藤崎、藤島というメンバーとなります。10段位決定戦もね、最終日があってまたリーグ戦もあってと大変な1週間となりますが、次節に向けて意気込み聞かせてください。そうですね、今日は結構まあ手がついてきてくれたんでよかったんですけど、まあ、ここのとこずっとなんか全然ダメで今日もやられるのかなと思ってきたんですけど気持ちで負けてるんですよねなるほどね、まあ、今日も良かったんで、まあ、うん、この勢いをまた次に、はい、もっと強い気持ちでやってももっと勝てます、はい、頑張ります、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということで、A1 リーグ第10節 C 卓が、終了いたしました。次回第11節の A 卓ですが、対局メンバーが杉浦寛介、藤崎聡、近藤久春、藤島健次郎というメンバーとなっております。次回もぜひご期待ください。はい、ということで森山会長、今日は解説どうもありがとうございました、はい、お疲れ様でした。また次回第11節の A 卓でお会いいたしましょう。実はこの辺りでお別れとなります。それではさようなら。